い、どうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルクの赤崎です。ガチだぜ、よろしく。はい、じゃあ、さあ、今回はトランキーロ、焦んなよということでね、渋谷区やっていきましょう。渋谷区の、そう、まあ、西新宿5丁目駅なんですけども、はい、場所としては渋谷区なんです。なるほど。まあ、あれだね、日月火水が二郎系のお店でして、でその他の曜日、水金、あ、木金土が、煮干しそばのね、古心という店舗の離れというお店。そういった店ありますよね。そうなんですよ、ね、夜と日曜。で、基本的なメニュー、汁なし、ラーメン、つけ麺なんですけども、マシマシがちょっとできないと、なんですが、まあ、食券の左上にね、今回汁なしが来てるんですけども、今回はあえてラーメンをね、2段目のラーメンを選択してるということでございます、ね、チェコン、とはへぇ、であー、ラーメン150円、全マシで、豚をつけちゃってるよということでして、で、お店の中、カウンター6席なんで、団体で向かうときはバラバラの着席も覚悟かもたぜい、なるほど、まあまあ、だぜ、あ、俺に釣られてるじゃん。いや、違う、確かに家事にインスパイされてる。だぜの特許取ってないからね、インスパイア系よ。で、今回ホロホロすぎてですね、つまんだだけで崩れてしまうということでね、焦んなよということで先に言っておきますけども、焦んじゃないよ、焦んなよということで、で、まあ外側はね、ホロっとしてるんですけども、中はこう意外にしっかりとした噛み応えのある、まあ、ホロムチ豚とでも言わんばかりのホロムチ豚っすか。ホロムチ豚、あー、食いたい、食いたいね。あー、マシはこれ絶対おすすめなんでね。あー、なるほど。食べてください。食欲が、はい、まあ、一番上のね、油野菜、何度も言ってますけど、ここが一番美味しい。あー、うわ、ジューシー、早くね。中は、食ってないでしょ、食ったからよ。まあまあ、キャベツがね、やや多めなんで、この青野菜の甘みを加って非常にうまいですよということなんです、そしてスープね、しっかりといきましょう、よいしょ。で、まあ、見た目ね、こういった感じで微乳化ライトな印象なんですけども、はい、まあ、実のところはヘビー級というところで、はいはい、ヘビー級王者になれるかどうかはまだ分かりませんけど、なる、なる、王者になる、なる、俺はなる。ヘビー級であることは間違いないけども、麺もヘビーだけわからない。そうなんです、ね、ふんわり天地返し、ふんわり天地返し、ね、ゆっくりゆっくり、まあ、天地返しもなんかプロセスに聞こえてきますね、なんか、ね、いやいや、そうは思わないですけどね、なんかツバメ返しって技ありますけど、まあ、ツバメ返しはね、あるけど、まあ、超ツルツルということ、ツルツル、なるほど、ツルツルね、まあ、これもね、ビウェーブ平打ち麺でして、特徴としては非常に喉越しが良いという、麺になっております。噛まないタイプなんだ。いやいや、噛む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 、噛んだ後の喉、なるほどね、あれもいいよという、なるほど、そしてこの麺のツヤがまたいいですよね。確かにキラキラっとしまして、ね、画面を通してもね、分かりますね、これは、まあ、ただ麺量は中までしか確認できなかったんで、台があるかどうかお店の方に聞いてください、なるほど、相談と。さあ、そしてこんもりにんにくが来ました。もうボディスラムのようにね、めっちゃプロレス技でいいじゃん。今日プロレス推しなんですか？最近見たんですか？いやいやいや、トランキーロってなんだか知りませんか？そろそろ明かしようか、トランキーロ。はい、あ、教えてください。そのうち明かしますけども、あの、そのうちってなだれ式ニンニクシャワーがよく合いますね。相変わらずね、プロレスで。まあ、コールしないとね、ニンニク入らない形式なんで、コールして入れた方が絶対いいですよ、というのを言ってきますよ。さらにゴリゴリタイプの黒胡椒ということでね、はい、三ゴリゴリかな、三ゴリゴリして、もうね、これ弾力がもうね、レスラーの腹に噛みついたかのようなパワー感、すごい無理やりだけど、これは腹にこう技ですらない、そんなあばらね、卓上返しもね、ビューッとかけていきますが、後半にこの味変でデスティーノから抑え込んでいくのが内藤哲也のパターン。もう内藤哲也って言っちゃったね。人の名前出しちゃった。そうなんですよ、つまりあのトランキーロってね、まあ、その前にね、マリーシャープスハバネロソースの中辛をこう垂らしていきますけども、いいね、店員さんがこう出してくれるのかな。ああ、なるほど、ね、ただこのメーカーのハバネロソースっていうのは大辛もありまして、本当にそいつは辛いんでね、今回は中辛で、あの、ちょうどいいかなという、はい、あ、中、大辛もあるんですか？大辛もあるのよ、今回は。ほんと？そうそう、ハバネロ中辛ね、とはいえ、一気に豚の気配がファッてなくなるぐらいに辛いんでね、入れすぎには、まあ、注意で、まあ、水も飲んで、何やかんだ言ってるうちに、ファイナル豚のかけらトランキーロレッグロックでフィニッシュということでございます。プロレスでしたね、フィニッシュ。いや、フィニッシュですよ、ほんとに。合唱ごちそうさん、ごちそうさんがちょっとムカついたけど、ね、なんでだよ、あのカメラ目線がいつも通り。いや、ちょっとあのステータス君見てくださいね、上から味わったからいろいろいろ味わってんじゃん。ということで、トランキーロってザキさんは
存知ですか？じゃあちょっと聞かせてください。いや、内藤哲也がです。内藤哲也っていうあの新日本プロレスのね、新日本プロレスのレスラー、レスラーのもう今掛け声としてトランケーロ焦んなよっていうのを言ってるんですよ。彼はずっと訳してるんですか？トランケーロって焦るなっていう。あ、まあ落ち着けとかいろいろあるけど。あ、じゃあそっから取ってるんですか？の可能性も高い。まあ、直接の考えが確証を持ってないわ。多分その上手すぎて焦んなよってこと。焦んなよってことですか？まあ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 、推測だけど内藤哲也選手から取ってるんじゃないかと。だからまあ、ね、じゃないとしてもさ、店内に看板あったんですか？いやいや、ない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 けど。じゃあ違います。え、いやでもトランケーロといえばもう内藤哲也だから、西新宿のトランケーロでございました。わだ。Thank you.